始まりました。新作コスメランキング、映画評論家の森本と申します。そして映画ジャーナリスト上甲子です。どうぞよろしくお願いします。はい、この拍手がしょぼい。なんだ、2人だけだから。まあまあ、先週はお休みをいただきまして、あの大島渚特集に通ったりもしてたわけですが、はい、ね、あの少年トークでね、はい、私はその後も何本か拝見させていただきました。はい、かなり見ました。そうですね、あのやっぱりあの60年代後半と70年代前半の作品は何本かもうちょっと見たくて。そうですね、濃密ですからね。いや、新宿泥棒日記すごかったですね。あ、すごい。あれは少年と同じ年なんですね。そうです、69年ですね。はい、うん、あれがもう同じ、全然違う、ね、全然違うものですね。2つが同じ年に出て、両方、はい、例えば記念順ベスト10とかに入ってたと思いますよね。はい、うん、まあ、でその少年のね、阿部哲夫さんがご登壇されて、はい、ジョーさんカメラマンも、ね、いや、そうですね、恐縮ですか。映画 .com とかにね。そうですね、はいはい、ました。うん、はい、いやいや、楽しかったです。素晴らしい、すごい光景。いや、すごい光景ですね。まだまだね、あの皆さんもぜひ通っていただければと思っております。はい、というわけで、まあ、2週ぶりの、新作コスメランキング第32回になります。はい、まあ、合併号というわけです。そうですね、はい、はい、その週劇場公開の新作の中から、我々助産と僕が、両方鑑賞済みの作品に絞って独断の合成で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変不尊な企画でございます。今回は4月2日3日と、9日10日の週の劇場公開作の中からベストを選出するということでよろしいですか。はい、はい、分かりました。例によってこの企画では活弁シネマクラブの本来で取り上げた作品と、あと例えば劇場パンフレットに寄稿した作品なども除外してベストを選出しようというルールをこれまた勝手に設けております。それでいうと今回ですね、また強力な傑作群がベストを選んでおります。はい、まずあの街の上で、はい、ついに公開ですね。ついに公開ですね。あの、まあ、1年待ったっていう感じかな。はい、うん、ちょうど今泉力也監督、去年は確かにもともと5月公開でしたっけ。そうですね、はいはい、だからまあ本当本当丸ごと1年、ね、はい、1年です。今泉監督は当番組4度目の4度目です、ね、最多のご登場で、今回はね、なんと翔さんの MC で、そうですね、はい、あの今泉さんと翔さんは初めて、初めてです。はい、すごい楽しみですね。はい、それも、ま、もう近い時期にね、まあ、近い時期で、はい、慣れてると思います。うん、お楽しみください。あと、ブルー、はい、ありますね。はい、これまた傑作なんですけども、うん、はい、当番組初登場になる吉田圭介監督、はい、これまた翔さんの MC、ね、そうですね、翔、はい、さんと吉田圭介というこの組み合わせはさらに興味深いなという、うん、面白い、あの楽しみにしております、はい、ちなみにあの劇場パンフではですね、私があの吉田圭介監督インタビューを、担当させていただいております。あと、これは公式といいますかオフィシャルの動画になるんですけども、はい、あのファントムフィルムさんの、チャンネルで多分アップされてると思うんですけども、はい、ちょっとそれ顔出しはしてないんですが、はい、オフィシャル動画 の質問担当もしておりますので、あのぜひ合わせて見ていただければ幸いでございます。吉田さんはね、今年、いや、もう1本ありますね。空白ですね。さらに来年もう1本控えてるんで、ね、そうですね、もういやちょっとすごいですよね。かなりすごいですよね、はいはい、その空白はまたこれと違うらしくて、うん、でさらに次のもまた全然違うんです、うん、ちょっとね、僕はね、吉田監督はあの、ね、三角2010年の三角でちょっとトークとかやらせてもらってから、はいはい、ずっと応援してるので、はい、今回ねちょっとまあ続けてうちにもね、はい、出ていただいて嬉しいなと思っております。はい、はい、あともう一本あります。これはなんとジョさんが、はい、インタビューされた緑の牢獄です、ね、はい、はい、台湾の異彩コウ・インユク監督、はいはい、に取材されたという感じ。あ、そうですね、はい、うん、今回あのインイク監督は、まあ、台湾出身なんですけど、うん、私も中国出身ですから、知ってます、はい、なぜか2人で日本語で取材を行っています。すごいですよね、共通言語が日本語で、はい、中華圏のお二人が、はい、そうですね、すごい動画じゃない、うんうん、見たい、早く見たい、はい、これね、僕まだ見てないんですよ、作品を、はい、いや、かなり良かったですね、かなり良かったですね、はい、うん、そ
そうか、じゃあ、はい、入ってたらもう今回のベストにはかなり上位に食い込んでいた、はい、まあ、今回も大阪アジア映画祭でワールドプレミアされました作品なの で、ね、はい、まあ、川瀬直美監督とかも含めてかなり絶賛の声が、ね、川瀬監督と山田犬彦先生 の、ね、はい、あの絶賛コピーがチラシになりますので、はいはい、楽しみにしております、はい、映画も見たいと思います、あとですね、劇場パンフ関連なんですけども、うん、まあ、あの先ほど のブルーに続き、はい、これをちょっとやってるんですよ、あの21ブリッジ、はいはい、まあ、ブラックパンサーこと、こうチャドウィック・ボーズマンさん主演の、はい、アクション映画で、これちょっとパンフもう一足先にいただいたので、はい、劇場パンフなんですけども、まあ、いろいろお手伝いしまして、まあ記名ではそのコラムというか作品表っぽいコラムを寄稿しております、はい、これはね、あの非常にまたおすすめの映画なので、そうですね、後でちょっと触れる、はい、あ、そうです、最後ですね、はい、思えば触れてってなんかむちゃくちゃなんだ大丈夫か、はい、はい、ちょっと触れさせていただければと思っております、はい、あとね、あのバイプレイヤーズ、あ、はいはい、あの人気テレビシリーズバイプレイヤーズの劇場版映画版の、うん、もしも100人の迷惑規約が映画を作ったらのパンフもちょっとお手伝いさせていただいておりまして、松井大吾監督インタビューなどを担当しております、はい、松井さんはね、あのクレナズメも近日公開で、はいはい、なかなかこう作品が続く監督さんが日本今回結構多いんですよね。多いですね。コロナの影響かな。そう、ちょっとだから今泉さんもそうだけど、うん、ずれ込んだりしてるから、はい、そうですね、はい、今年というね結構固まるんですよね、はい、うん、まあ、我々としてはまあ嬉しい限りで、そうです、ね、はい、バイプレイヤーズに関しては私まだ劇場版をまだ拝見されてないんですけど、はいはいはい、ドラマの方はかなり毎回楽しみしましたね。あ、まあ、海外でもすごく人気のあるシリーズだから、やはり、はい、ちょっと聞きましたやっぱり、ね、はい、そうですね、はい、そうそう、今回はね、うん、撮影所が舞台ということで、はい、まあ、今第3シリーズをご覧になった方もご存知だと思うんですけども、はい、うん、なかなかちょっとあれですよOnce Upon a Time in Hollywoodだとかあるしザ・プレイヤーとかね、はい、撮影所ものっていう系譜があります、うん、アメリカの夜だとかね、その系譜でもちょっと見たら面白いんじゃないかなと思っております。まあ以上ですか。かなりありましたね。かなりもかなりあったんですが、これだけ除いてもまあ2週間あると、まあ特に4月9日10日分の公開作はね、そうですね、すごく多くていいのが多くて、はい、今回はまあベスト5の、うん、しかも5位が2本あるという、そうですね、うん、計6本選出のパターンで、はい、まあ行きたいと思っております。そうですね、はい、本番組史上最多のランクインスかもしれない。あ、6本一番多いか。一番多いんですね。前なかったか、はい、そうか。じゃあ数が多いので、数が多いです、ね、ちょっとサクサク行きましょうか、はい、はい、ではでは行きましょう。まず今週の第5位のその1、ドリームランドでございます。はい、はい、あーたった、あーたった、いいですね、はい、まあハーレークイーンことマーゴットロビーさん、アイトーニャスキャンダルなどご活躍のマーゴットロビーさんが、まあ、主演とプロデュースを兼任された、2019年の作品でございます。世界恐慌下の1930年代半ばテキサス州の田舎町を舞台に、17歳の少年と、強盗犯の女性が鮮烈な出会いを果たすラブストーリーしてクライムストーリーでございます。この主人公のね少年を演じるのが、うん、新生フィンコールさん、はい、監督は、ね、長編デビュー作の、As You Are が三男性映画祭で評価された、新鋭マイルス・ジョリス・ペイラフィットさん、まだ20代半ばの若さらしいですかね。若いですね。若いですね。で今回が、長編第2作になります。これはジョーさんどうご覧になりましたか、ね、かなりやっぱり時代の再現が良くてきて、30年代、ね、30年代ですし、あ、まあ、世界恐慌さっき森さんも話したように、はい、あとダストボールのシーンも、あ、ダストボールね、砂嵐ね、はい、砂嵐、はい、怒りのぶどうです。そう、あれもすごかったなって思い、いや、いいです、はい、そうそう、話はね、あれって私たちに明日ないんですよね、うん、俺たちに明日はない、ね、俺たちですか、放題で言うと、はいはいはい、うん、そうそう、俺たちに明日はないの、はい、まあ、パロディーというか再構築みたいな感じですかね、ですね、はい、うん、なんかね、脚本家さんも新人さんのオリジナルらしいんですけども、うん、はい、このマーゴット・ロビーさん演じるアリソンっていうね、うん、銀行強盗の女性が、まあ、俺たちに遊ばないボニー&クライドで、フェイ・ダナウェイが演じたボニーにそっくり、いや、そっくりですねびっくりするほどそっくりです完全に寄せていってるっていう、見せてますっていうそっくりですよね、はい、うん、でそれでいて、うん、お話の展開は、はい、
あの思い出の夏とかね、はいはい、アメリカでいうと思い出の夏、1970年、あれは1942年の夏っていう作品。あ、そうそう、サマー、あ、サマーの、あ、そう、サマーポジツ、あの、そう、現代はね、あれも楽しかったですね、あの映画。あ、僕もすごい好きなんですよ、はい、あとはあのフランスでいうとあのコレット原作の青い麦、クロード・オーランド・ララ監督 の、 あの54年の、作品だとか、まあ、少年と、まあ、年上の女性の、うん、まあ、初体験物語というね、うんうん、が実は、はい、あの中身で、はい、すごいその全然違うもんドッキングしたなって古典的な ね、 そうですね、あのパターンの2つなんですけども、はい、この2つ結構くっつけるの珍しいなと思って、うんうん、これは面白い部分ですよね、はい、しかもそうそう、しかもね、あのじゃあこれ誰の主体で語られてるかっていうと、うん、この主人公の少年の妹さんなんですよね、はい、これちょっと面白い。だから小さい頃に17歳のお兄ちゃんに起こった大変なことを、うん、妹さん、あの大きくなった妹さんが回想してるって、これも珍しいんですよね。これもな、うん、なんかあったよ、あったけど、うん、この3つくっつけるメッセージいろいろくっつけたなっていうね、うんうん、楽しく見ましたね。そうですね、 あ、うん、あとはやっぱりあのロビさんの最高の魅力ですよね、うん、あ、そうですね、はいはい、これさ、なんかこれ見ても思うんですけど、やっぱちょっと前だったらニコール・キッドマン、あ、はいはいはい、うん、あの実際マーゴット・ロビーさんってあのスキャンダルで共演してるんですよね、うん、ニコール・キッドマン、うん、すごい尊敬してて、うん、まあ、同じオーストラリア、そうですね、まあ、あの、うん、ニコールさんはあの生まれはね、うん、ハワイかホノルルですけど、まあ、すぐルーツというか幼少期にそのオーストラリア行った、だからまあ、偉大な先輩として尊敬してるんですけども、うん、今回だからプロデュースも、ね、そうですね、これもそれっぽいじゃん、まあ、やっぱりかなりあの役者だけではなく、うん、あの映画業界に入っていろいろ挑戦したいっていう、まだ30ちょっとですよね、はい、ね、90年生まれだったと思う、だから30です、若いですよね、若いです、まだ全然、はい、となったらあれか、じゃ あのニコール・キッドマンさんはね67年だったと思う、はい、うん、間違ってたらごめんなさい、でもその辺結構離れてんだよ、そうね、うん、だから親子ぐらい、まあ、そうですね、まあ、年齢はもう親子ぐらいです、23歳差だもんね、はい、うん、それはあの僕の記憶が正しければ、ね、言い方失礼だったらもう2世みたいな感じです、2世だ、はいはい、ニコール・キッドマン2世っていうスタンスなのかもしれないですね、うん、ある種ね、でもちゃんと2世って言ったら、まあ、怒る人もいるかもしれないけど、はい、でもちゃんとやっぱロールモデルとして後を追ってる感じですよね、うん、しかもそのハリウッドメジャーとこうインディペンデントとかして、はい、まあ、ちっちゃい映画っちゃちっちゃい映画、まあまあ3段です、3段3ダンス系っていうカテゴリーですよね、はい、多分ね、はい、うん、で自分でプロデュースして、だからまああの、ニコールさんも最近だとね、これここでも紹介したけどストレイドッグとか、はい、ストレイドッグなんかとちょっと近い近いですよね、ポジショニングかもしれないですよね、はいはい、うん、でも本当映画業界にこう、でもそういう人がなんかハリウッドでも日本でもだんだんこう目立ってきたとか残ってきてる感じしません？うん、そうですね、まあ、そういうことブラピー、はい、ブラピーですね、うん、うん、なんか本人、まあ、役者が活躍してからあの、まあ、プロデュース、まあ、企画も参加したいっていう、もうより映画業界をがっつり体験する系っていう感じですね、逆に言うとそういう才覚がないとなかなか生き残っていけない世界になってきたのかもしれない、ね、どんどん厳しくなってきたんですね、うん、はい、そうそうそう、はい、でもちょっと興味深いので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、うん、では次行きましょうか、はい、はい、今週の第5位のその2、サンドラの小さな家です、あ、ありました、はい、これアイルランドイギリスの合作映画ですね、舞台はダブリン、住居を失った若い母親と子供たちが周囲の人たちと助け合いながら、小さな家を建てていこうというお話でございます、監督は、ここにありますかマンマミーヤ、あとマーガレット・サッチャー鉄の女の、フリダ・ロイドさん、有名な、まあ、舞台演出家でもある方ですが、はい、そしてですね、この主演の、クレア・ダンさんがこれは自ら企画脚本を務めた、これも珍しいですね、主演は脚本担当が、はい、ここが多分この映画の決め手になるかと思います、これはジョーさんどうご覧になりました、はい、そうですね、まあ、この映画に関してはやっぱり、うん、まあ、家っていうキーワード、うん、まあ、ホームっていうキーワードですね、まあ、ホームっていうところだけじゃなくホームから社会までも、うんうん、まあ、社会というホーム
も描かれていることがありつつ、やっぱり英大が herself っていうこともあって、うん、いわば自己再認識、再出発っていう意味も含まれてるっていうじゃないかなと思いますね。そうだね、森さん、いかがですか？いやでも本当にそうですよ、はい、このハーセルフとあの現代のね、うん、はい、あとジョーさんがおっしゃったホーム、これ現代ホームですって言われてもさ、はい、あそうかもって思う、いいキーワードだと思いました。で、でもね、やっぱり最大の注目ポイントっていうのは、そういう物語をこのプレアダンさん企画脚本主演でやられたっていうことですよね。だから彼女がまあ立ち上げた映画、ね、はい、映画ファンにはまだまあ馴染みのない方だと思うんですけども、うん、これまで主にあの舞台俳優としてご活躍されてきた方で、はい、まあ1988年W 生まれで、この作品に関してはちょっとまあ資料によると、まあ、彼女の親友 の方です、ね、あのシングルマザーの女性から、はい、まあ、実際2人の子供とアパートを追い出されて行き場がなくなったのというまあ知らせを、はい、電話かなを受けて、まあ、本当ショックを受けて憤りを感じて、うん、で そこにインスパイアされてこの脚本を執筆したと。だからその、その脚本主演企画ってことでもね、うん、存在としてはグレタ・ガーウィグ的な、はい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 、立ち位置かもしれないですね。英国の行かれる若者たちの系譜を受け継ぐ、うん、アイルランドのグレタ・ガーウィグ的なイメージとしてこう注目されてきてるのかなとは思います、はい、でその映画の内容に関しては、はい、昨年僕ちょっとパンフにも寄稿させていただいたんですけども、うん、ニューヨーク親切な ロシア料理店、はいはい、うん、ロネ・シェルフィグ監督に、うん、結構似てるのよ。DV の夫の描写とか、すごいしつこく追ってくる感じとかさ、うん、多分 DV という問題がかなり普遍している。だから共振ですよ ね、 そうですね、はい、もちろんどっちがどっちよってことじゃなくて、うん、同じようなことを問題意識から、はい、全然違うところから全然また形を変えた映画が立ち上がってきたっていう印象がすごいあるんです。DV に関してはやっぱり去年コロナがあって、ニュースキーにチェックしたら DV が増えてるっていう、うん、やっぱり家にこもっててストレス溜まったらはけ口が、ね、弱い方弱い方に行っちゃうってことでしょ。そうですね。さらにだから、うん、その主題がちょっとね、うん、大きいかもしれない、大きく映っちゃうかもしれないですよね。だからさ、その海外表では堅牢地を彷彿させるというなどと評されてるんですけど、そう、私はダニエル・ブレイクがつながってるっていうか、そういう海外表はありますね。ありますよね、はい、まあ、言ったらそれは内容主題的にって感じですね。そうですね、はい、監督というかその映画のタッチヒッチとしては、まあ、だいぶというか全然違う、全然違うですね全然違うよね。まあ、3段子ですよね、こちらも確かに。あ本当だ、3段子ちょっとこれもね、まあ、イギリス、アイルランド映画ですけど、3段子系ってイメージしていただければ、ね、はい、めっちゃわかるよね。めっちゃわかります。めっちゃわかります、はい、だからその、なんだろう、フラッシュバックとかもさ、うん、オーソドックスなんですよね、はいはい、こってり使ってるし、うん、かなりこの主人公のストレスとか情緒の起伏とかによった、うん、作り方で、うん、まあその堅牢地ダルデンヌ兄弟っていうラインのアプローチではないではないです、うん、そっちでも見たいなと思ったり、うんうん、だからその完全に王道系で、うん、まあ、感情移入しやすい方も多分かなりいると思います。言ったら分かりやすい、はい、分かりやすい、うん、やっぱ、うん、マンマミーヤの監督さんだから、まあ、 はい、すごくその意味ではスッと入れるドラマになってると思います、はい、でまあすごく現代的な潮流の中にある一本でもあり、まあこれも本当ご注目いただきたい感じですよね、はい、うん、ぜひぜひという感じでございます、はい、もう公開中ですね、4月2日だから公開だから本当だ、ね、はい、はい、では次行きましょうか、はい、続いて今週の第4位、パームスプリングスでございます。はい、ありました。いいですね、この絵がね、この絵素晴らしい、いいですね、すごく、タイムリープならぬタイムループ、うん、はい、タイムループを主題にした、ロマンティックコメディの話題作でございます。これも3ダンス3ダンス3連ダンですね3ダンス映画祭で最も話題になった作品って書いて、これ2020年の1月ですね、はい、プレミア上映されて、うん、なんかその3ダンス史上最高額で配給、あ、そうです、あ、超人気作らしいんです、すごいね、はい、最高額、はい、
で、アメリカではHulu でやってて、でもそれもHulu史上最高に視聴された映画になって、そうです、うん、すごいね、すごいです、大人気、楽しいだからね、そうだな、はい、4位でいいのそんなに大人気じゃん、うん、もう本当にスーパー楽しい無限循環的なタイムスリープ映画ですね、はい、これジョーさんどうご覧になりました？いや、なんかまあ、とにかくまずはかなすごく楽しかった作品ですし、はい、そういう無限に循環しているタイムスリップ系の、うん、なんか作品も、まあ、久しぶりというか多分私あんまりチェックしてないかもしれないんですけどまあちょいちょいね、ちょいちょい出てるんですよ、あります、はいはい、っていうことがありながら、で繰り返して言われてもなんか実は進んでいる感じでもありますし、なるほどね、確かにね、うん、はい、うん、作品自体がまあ、恋はデジャブですね、そうですよ、まあ、そこですよね、はい、タイムループの、はい、まあ、ロマンティックコメディの、まあ、クラシックに近いな、そうそう、クラシック、93年とかの映画なので恋はデジャブですよね、うん、まあ、ある意味50回目のファーストキスとも共通点がありますよ、それ、あ、やっぱり思った思ってます、僕もね、はい、それ実は今日言ったかって、あれさ、地に近いんですよね、近いよね、はい、タイムループじゃないんですよ、うん、あれタイムループじゃない、要するに、まあ、いったらヒロインの記憶障害で毎日新しい一日になるっていう構造なんだけども、はい、感触としては僕も同じ、はい、50日間、うん、50回目のファーストキスでした、まあ、だってラブストーリーですよね、はい、あとさ、やっぱりこの、主人公主演のね、アンディ・アノ・サンバーグさんが、はい、アダム・サンドラの系譜じゃん、はい、サタデー・ナイト・ライブ出身だし、うん、だからそこはすごく接続されますよね、うんうん、だからそのタイムループっていうと、まあ、うるせえやつら2、はい、ビューティフルドリーマーも出しそうだし、うん、オール・ユニード・イズ・キルとかもあれゲームのあれもそうだし、はい、うん、あとまあハッピーデスデイとかねハッピーデスデイとかもありますからね、はいはい、まあ、思考実験型のジャンル映画なんだけども、うん、それぞれのね、うん、それぞれのジャンル映画だけども、そのタイムループって結構思考実験じゃん、はい、その面白さっていうのがそれぞれ共通してあります、ね、そうですね、まあ、ある概念の下で自分でいろいろ頑張ってください、そう、うん、ある種だからそのゲーム設定みたいなので、うん、まあ、こういうことになりました、じゃああなたはどう生きますかみたいな、はい、そういう意味で言うと結構哲学的だよ、うん、そうそう、前 の、 イタリア映画のライフ・オア・モア的な感じですね、 あと90分で課題みたいな感じでじゃあ作ってください、そうですね、シミュレーションに近い、はい、うんうん、そうだな、あれもつながるな、うん、確かにね、はい、うん、僕さ、だからその、まあ、でもタイムループの構造自体は、うん、僕どっちかっていうと、うん、くどさを感じるタイプなんですよね、はい、タイプでそれを、まあ、完全に逃れてるとは言えないんですけど、はい、くどいっちゃくどいんだけど、うん、ただそれを超えてくるようなやっぱり人気作だけあって、うん、魅力とか美点とか、まあ、いっぱい あるなと思って、うん、例えば僕もこのビジュアルなんですけども、このリゾート感、はい、砂漠のリゾート感、まあ、カリフォルニア南部のね、うん、パームスプリングスの、まあ、ソノラ砂漠ですよね、うん、このイメージがやっぱすごく好きで、風力発電の風車でおなじみの、はい、まあ、ハリウッド映画でよく出てきますよね、うん、おなじみの観光地で、ミッションインポッシブル3とかねしかもこの風景ってこれ2020年1月でしょ、うん、コロナの直前ですね、あ、そうか、要するにプレミアになったのね、はいはい、だからまあ19年頃に撮ってるって感じだよね、うん、だからさらに眩しく見えるそうたださ、資料読んでたら、はい、これロケ別の場所なんだって、あ、そうですかカリフォルニア郊外なんだけども、はい、なんか別のところで、撮ってんだけど、はい、たださ、パームスプリング、イメージとしてのパームスプリングス、イメージとしてのリゾート感を構築してるせいか、はい、むしろ強度上がってるみたいに思った、うん、すごいさ、色彩設計もいいし、うん、雰囲気がさすごい出来上がってる、うん、まあ、音楽選曲とかもすごく、まあ、そうですね、はい、まあ、エンタメ性が半端ないんですね、そうですね、はいはい、だからその世界像を作り上げるというところでやっぱりこのさピンクとこのマリンブルーのツートーンとかの感じとかもすごいいいんですよね、うん、恐竜まで出てるんですよ、はい、出ますね、はい、まあ、どこで出るかはお楽しみですが、そうそう、あれもだから、うん、そう、ある種のその偶和性として、そうですね、はい、
そうだからさ、楽しいっておっしゃったように、うん、なんかねこの映画は僕その明るさと暗さとか、うん、あとそのチャラさとシリアスのバランスが結構独特で、うん、そこの配合具合も好きですかね、うん、だからさその、まあ、永遠の一日を繰り返すって書であって、まあ、死ねないっていうね、はい、まあ、死生観みたいなものが絡んでくるんですよ、うん、で結構本当にこれ絡めるのよそこに、うん、だからその自動的にその、まあ、やっぱり哲学的な色彩を帯びるというか、うん、まあ、そこの映画はねそこのなんか存在論的な暗さみたいなものがね、うん、結構ちゃんとあって、うん、でもまあ全体としてはその底抜けの明るさみたいなものの方が全面化してるっていうバランスですよね、はいはい、実はあの深く考えたらかなりいろいろそうなのよあの深く考えれば、ねはいはい、ただまあ考えないよ、ね、ないよ結構その狂ったアイデアが、はい、その恐竜もさ飛び道具多いのよ。そうだから見る人も、うん、多分映画の世界 あのタイムループにいる人と同じ感じかもしれない。確かにね、はい、このその永遠の一日の世界に、はい、あの見てるだけで入れるっていう感じになってるのがすごい理由、あの人気の理由かもしれないですよね。そうです、うん、ちょっとその別のレイヤーに行ってるような感じあるもんね。深く考え必要ないです。そうだね、考えなくていいですよ、はい、うん、あとやっぱりさあの J.K. シモンズさ、そうですね、いやこれでも出てんだけど出てるんですねすごい愛されてますよ活躍してるな、すごい活躍してる。でも、はい、結構さあのまあ、セッションが有名だと思うんですけど、うん、イメージ違うもんね、出るたびに、うん、いろんな役されますよね。そうそう、うん、まあ、セッションのインパクトが強すぎるだけなんですよ。あの嫌な鬼教官みたいなので人気になったけど、うん、はい、多分優しい人なんでしょうね、うん、すごくね、うん、もうすごいいろいろ出てて、はい、まあ、でも本当アメリカ製のロマンティックコメディの、ね、水準の高さを再確認できる一本かと思いますので、あのぜひご覧いただきたいなと思っております、はいはい、じゃあ次行きましょうか、はい、今週の第3位でございます、ブータン山の教室でございます、はい、お、ありました、はい、僕もあったかな、これはね、ありました、ね、うん、はい、これすごく良かったです。いや、すごく良かったです、うん、はい、意外にもこれも楽しい映画でしょう。楽しい、まあ、幸せな映画、ね、幸せな、そう、幸せ、はい、幸せという、テーマが、ね、はい、実は本当にあるという、うん、まあ、ブータン王国の、うん、その名の通り映画なんですけども、ブータンね、はい、ブータン映画って他どんなのあったっけ。私映画祭では見たこと、他のブータン映画見たことあるんですけども、うん、あの劇場公開では初めてかもな、ね、意外に僕もパッと出てこないなと思って、はいはい、うん、まあ、言ったらさ、中国、インド、はい、ネパール、バングラデシュに囲まれた、うん、南アジアのそ、ね、あそこの小国から届いた、はい、うん、これさ、それでね、いろんな賞で、うん、あのアカデミー賞、国際長編映画賞、ブータン代表なんだけど、はい、その下にいろいろ書いてるんだけど、はい、映画祭の、はい、第31回パームスプリングス国際映画祭で観客賞を受賞してるんだよこれどうよ、このつながりきれいなパームスプリングで賞を取ってるよ、うん、観客賞すごいよね。そうですね、あのプロデューサーの方があの、うん、まあ、監督の奥さんなんですけど。あ、そうなの、はいはい、それちょっと読みあの資料から抜けてました。あの、そうなんだ。実は台湾人です、しかも。あ、はい、あの台湾ではすごく知られているあの舞台の監督の大娘さんなので。あ、そうなんですか、はい、うん、だからいろいろ、そういろいろ、まあ、海外の映画祭を参加したりは。なるほどね、はい、それで結構いろいろ回ってるっていうのは。そうですね、はい、これジョーさんはこれはどうご覧になりますか。例えばさ、中国とネパールってもう結構複雑な関係でしょ。複雑な関係ですけど、まあ、あの、うん、私子供の時に、まあ、世界地図を見て、うん、ブータンを見つかった時これどことかまず思ってていろいろ調べているんですけど、そうね、うん、まあ、その後はやっぱりブータンで一番よく言われるのは世界一番幸せの国っていう言葉じゃない。出てくるけどね、出てくるここもあの、はい、あの GNH ってやつでしょ、はい、国民、総幸福量で今、はい、そうですこうそうだね、あるいは世界一っていう、はい、でまあ、あの映画の中にも出ていますし、うん、まあ、監督もそれについていろいろ実はあの皆さんに聞きたいっていうか考えさせたいっていう気持ちがあるんですけど、ね、ただやっぱりこの映画に関しては映画を見ただけでもそれを証明したと思います、ね、あ、はい、それ結論じゃんあの、まあ、人々それぞれ生き方があるんですけど、うん、でも
だって風景とか、まあ、歌とか、うん、あとあの食べるシーンが多いんじゃないですか。多いね。そうそうそう、かなりあの、うん、そういう純粋イノセンスの感じはすごかったし、 あとこのお子さんが、あ、いや天使みたいな感じですね、うん、めっちゃ可愛い、ね、めっちゃ可愛いです僕だからその、はい、なんだろう、出てくる役者さんの顔が本当にいいんですよね、はい、皆さん、うん、それも現地の方も、まあ、たくさん出られてるのかなと思ったんですけど、そうです、うんうん、本当すごく、あとヤクっていうブーダの象徴があって、ね、まあ、ずっと変わらない存在っていう感じもある、ここには映ってるちっちゃく、はいはい、ヤクってこれブータンの割と象徴的な動物なんですか？いやではないんですよ。ではないな。中国の、 あのそういう割と 内陸の方、ね、あのチベットとか、ね、あと青海省と、あの四川省も、うん、あの普通にヤグ普通に見れますし、見れるわ。そう、あの私もよく食べるの、あの、あの辺に行ったら、あ、そうなの、食べるんですね。ヤクはそのお肉も美味しいっていう、美味しい食肉のあれなんです。高いんですけど、まあ、あの牛肉よりは高いんですけど、あの高級食、高級脂あまりないんですね、はい、あっさりしてる、はい、うーん、美味しいですね。あとチーズとか出てきますね。あ、チーズも。僕ヤクはね、はい、あのヤクウールってあるじゃん、あの、はい、無印良品とかで、はい、ヤクのニットっていうのが結構人気商品で、はい、まあ、カシミラよりは安価なんだけども、うん、すごくその上質な、はい、あの羊毛じゃないか、うん、あのウールがあるっていうのがヤクだっていうので知ってた。あとで、であとあの割と高いところに、そうです、高いところ、あの高いところじゃないとなんか生きられないですよ ね、はい、だからそこでそのいろんなあの、まあ、そのお肉もそうだと思うけど、はい、そのね、あの羽毛質とかもそういう風になってくるっていうぼんやりした知識があって見たんですけどね、はい、うん、でもすごい僕これはね好きで楽しかったですね、うん、あのそうそう、まさにそのブータンといえばその、ね、まあ、国民の幸福度調査みたいなものが実際にまああって、はい、まあ、それがナンバーワンっていうのが、まあ、あの劇中の中でも語られてて、で言ったらさ、ブータン内部からまあちょっとさ、それを見直すというか、はい、あのまずは異議を唱えてみる、はい、本当にそうなのかっていう疑問を投げかけるっていう構造になってるよね、はい、でさ、その主人公があのここにはいない、あの いないんですよ、この後ろにここにようやくあの彼女じゃないんですよ、はい、主人公はね、うん、主人公が裏にいるあの、うん、都会っ子なんですよ、はい、ですね、だからそのブータンのさ、うん、僕その都会っていうの初めて見たよね、うん、あの、あ、私も初めてですね、映像では。やっぱりイメージは自然ですよね。そうだな、はいはい、だからそこ僕ちょっとやっぱり、うん、あのまあ、びっくりしたというか、でもまあ2019年の映画だから2019年の風景として当たり前なんだろうけども、あ、やっぱりそうなのかと。そうですね。で、あのまあ小学校の新人教師で、まあ、学校の先生になったばかりのね、うん、青年が主人公なんですけども、まあ、仕事全然やる気ないっていう。やる気ない本当はなんかミュージシャンになれたって、はい、まあ、オーストラリアに行くことを夢見ていると、うん、でまあところがある日、まあ、上の上司に呼び出されて、まあ、ブータンで一番僻地の学校にお前転任しろとそこは多分世界でも一番僻地であるみたいな。そうですよね、すごいこと言うなと、うん、あの、で実際さ、あのこれ日本語字幕かな、普通の字幕出たのは翻訳だったか、うん、結構今ここは どこで、あ、そうですね、はい、あの何人住んでるみたいな出てたよね、うん、ゼロ人もある、ゼロ人もあったから、はい、まあ、だから本当にどんどんその上の方に行って僻地に行く、はい、で、あのこの青年主人公が、マジかよみたいになるんですけども、うん、まだ登るの、そうそう、あ、そう、登るね、登る前にさ、はい、まずあのあれじゃん、うん、あの言われて、はい、行くん嫌だけどしょうがなく行くみたいになるでしょ、うん、それで彼まず何するかって言ってさ、うん、ゴアテックスのブーツ買いに行ってたじゃんで店員さんがさ、うん、これブラピとディカプリオもあの使ってるますよとか言われて、うん、じゃあそれにしますみたいなやり取りあって、うん、でそのまあいい目のブーツ履いて、あのノースフェイスのマウンテンパーカーとか着て、うん、そのルナナっていうね、はい、まあ、ヒマラヤ山脈も標高 4800m の山奥のまあ僻地とか秘境ですよね、うん、に旅立つ。でそのまた登るのが始まる。そうですね、あの、まあ、ずっとイヤホンをつけてあ、そうそうそう、自然の音を、ね、ヘッドホンかな、はい、ヘッドホンですね、はい、舐めてるよ、舐めてるんですね
チャラいその、はいはい、現代っ子っていう、そうそう、あの、まあ、現代への憧れがやっぱり半端ないんですね。それはあるよね、はいはい、だからそのさらにオーストラリアっていうのは、うん、まあ言ったらその英語圏みたいなところに、うん、まあその先にはだからもっと言うとアメリカっていうイメージがあるっていうような図式が描けますよね、うん、そうですね、やっぱりあのーうん、なんかあの前あのチベットの映画を見た時、あのベマツエッテン監督を取材した時も、はいはい、あのまあ、現代チベットもイメージとしてはなんか山とか羊とかっていう感じじゃないですか、実はかなり現代化されているとしても、はい、ね、それも通じますし、ます、ね、はい、あとあのーはい、ターコイズの空の下で、あ、はい、ヤギラユアさん、モンゴル、モンゴルも、はい、多分まあそうなのかなとかちょっと思ったり、はい、うん、あとね、僕ね、だからそのさ、でその先生が、うん、その僻地というか村に行ってからの展開って、うん、まあ、予定調和といえば予定調和でしょ、はい、ただ僕すごいその爽やかに見たんですよ、うん、で何を思い出したかというと矢口忍監督のね、はい、ウッジョブウッジョブそうですね、山奥ですね、似てるでしょ、うん、染谷翔太さんがさ最初やっぱりそのもやしっことかいっこみたいな感じで、うん、でそのスマホとかも投げられて山の中に、はい、でどんどんたくましくなって山の中 で、ね、なんか生きる意味みたいなものを見つけていくって見出していくっていう展開で、うん、あ、矢口忍いつもがあるなと思ってなんか楽しかった。そうですね、やっぱりなんかあの、うん、教室の中で黒板とかないのはすごかったな。ああ、なんかそうだね、はいはい、なんか使ってた ね、 そうですね、独特のもの、はい、うん、なんかそういうこういう世界も未だに存在しているなという感じもつつ、うん、なんか不思議で住みたいという気持ちも少し出てきましたね。だからさ、うん、その言ってみればそのブータン内部のお話だから、はい、ブータンの現在に対する、はい、あのある種あの批評的な目っていうのはすごくありますよね。そうですね、はい、うん、あの、うん、こういう生活、その世界一幸せだって言われてるブータンの中にこういう、うん、あの原風景がありますよっていうところをもう一回見せつけるっていう意図は非常にあると思います。そうですね、つまりなんか幸せっていう言葉もなんか正しいとか間違うっていうことではなく、うん、人それぞれの幸せっていうところですね。だからさ、そこの僕一番恐れてたのが、まあ、物質主義と精神主義とか、はい、まあ、グローバリズムとローカリズムの2項対立がいろいろ組み込まれてるから、うん、あの説教臭くなったら嫌だなと思った、うん、でもそうでもなかった。そうでもないです。あの、そう、あのいいところに行くね、はいはい、うん、あのそれは本当になかった。そういうなんか変なセリフがあんまりないからか、そう、それは大きいよね、はい、やっぱり、うん、あのここがいいよねみたいなのがないんですよ、うん、あの本当にそのなんか感じでくださいみたいな感じですね。そう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 、はいはい、現世を否定して文明を否定してやっぱり人間はその、まあ、ある種アンリ・ルソー的な自然へ帰れじゃないとダメですねみたいな協調性がないのよ。これ、あ、これ大きい、大きいですね、うん、あの、あったら僕ちょっと抵抗感示したと思うんですよ、うん、だからその例えばそのさっきの役でいうと、はい、役に捧げる歌っていうのがブータン民謡で出てくるんですよね、うん、はい、あれも、まあ、それこそあのな無印のテンポでかかってちょっと聞いてしまいそうな感じだけども、はい、あれもさ、そのまあ理屈を超えてちょっとそのある種の神聖さだったり、はい、あのを響かせるにとどめてるというか、そうですね、説教に行かないんですよね、はい、大きいですよね。そうですね、やっぱり監督の経歴を調べたら、うん、なんかインドであの留学に行ったことがあって、うん、そこでやっぱりあのそういう仏教のことも勉強しつつ、まあ、いろんなそういう、まあ、巡礼のこととかも、うん、より深くいろいろ感じたことで、まあ、この作品、ね、まあ、余談ですけど、あの奥さんもそこで出会ったらしいんですなるほどね、はい、じゃあもうここに、そうでもそうか、それでね、はい、あのこういう台湾 の、 あの奥さんのね、はい、面白いね、それ面白いですね、ちょっとお話聞いてみたいですね、はい、さんあのぜひご覧いただきたいなと思っております。はい、はい、では次行きましょうか、はい、今週の第2位、はい、アンモナイトの目覚めでございます。はい、大物が出てきましたね、はい、うん、まあ一想定ぐらいだった大物なんですが、はい、まあ、あの監督はゴッズ・オン・カントリーで、はい、まあ、鮮烈な、長編デビューが鮮烈でしたね、はい、フランシス・リー鮮烈ですね、はい、フランシス・リー監督で、しかも主演はケイト・ウィンスレットさんとシア・シャローナさんの、まあ、ダブル主演、超強力な超強力共演ですね
もう間違いないっていうダブル主演ですよね。よくまあこれをこの2人を持ってきたなという感じで、はい、でまあ、あの内容が1840年代のね、あの19世紀イギリス南西部の海辺の町を舞台に、まあ、実際 の、 あの古生物学者メアリー・アニングさんと、はい、まあ、ある裕福な、化石収集家の妻シャーロットの、はい、まあ、出会いと目覚めを描いていくお話でございます。これは、ジョーさんどうご覧になりますか？そうですね、この映画に関してはもう去年本当に、世界中に最も注目されている一本だって言われていまして、はい、あの時、まあ、トロント国際映画祭で上映された時はこれとノマドランドが一番人気だっていう感じですけど、はい、あ、まあ、わかります。あの内容を、まあ、ストーリーとか紹介資料を読むとすぐ、うん、あのモユルの、はい、と比べる方が肖像が、まあ、はっきり言って、そうですね、あのセレン・シアの監督、まあ、ここでも1位にしたもんね、燃える女の肖像が出てなかったら1位ですよ、はい、そうですね、まあ、単純に言うと、はい、うん、でも個人的には別に比べる必要がないっていうか、そう、ね、今回の作品がどっちかというと、うん、個人的には階級を描く作品とも思いますので、ね、イギリス映画っていうのもありますよね。そう、イギリス映画ですね、うん、あのまあ、2人の、まあ、もちろんそういう愛とかもあるんですけど、うん、どっちかというとやっぱりこ の、 あのメアリー アニングさんの人生についての作品とも言えるんじゃないかなと思いますので、いわばこの2人は階級が違うんですね。階級が違うんです、はいはい、貴族と、うん、まあ、あの研究者なんだけども、はい、労働者階級から、はい、しかも、あのロランさんが演じたシャロットがその上流社会の中の女性っていう存在もまた階級っていうことがあるの で、うん、面白いのはさ、はい、やっぱりあのこの貴族シャロットっていう人物像が、はい、やっぱりそのなんだろう、基本的には保守的な価値観の中で生きてるんだけども、はい、まあ、それこそ目覚めがあるっていう、目覚めです、ね、それはある種の階級意識 にもつながってくるような目覚めってことです、うん、そうですね、この辺はすごいイギリス映画っぽいなって思った。うん、化石だからしかもそうだね、はい、うん、これすごいよね、はい、あとこの映画に関しては私あの最初はあの海外 の、 もうあの配信された時にあのそのパターン多くなって、そうそうそう拝見、やっぱりあの早く見たいっていう気持ちがあって、はい、そのパターン多いよ、拝見させていただきましたけど、うん、いやその時はんっていう感じも少しありつつ、あ、それ全部むしろ聞かせてほしいですね、はい、でその後試写会に行って拝見、うん、もう2回目拝見させていただきましたけど、うん、やっぱりあのなんていうかあの映像の方が、うん、かなりあの監督の方が力入れてるんじゃないかなと思うんですね。特にそういう、まあ、海岸、そうですね、あの冷たい海岸っていうか、あ、まあ、もうなんかもう絶望的な海岸のシーンとか、まあ、あとそういう髪が乱れてる感じとか、はいはいはい、あの汚れてる服とかもその辺がやっぱりあの、うん、あの家でパソコンで見るっていうよりは映画館で体験したらよりその、確かにね、そうそう、メアリーさんの人物像が具体化、だってさ、ここ見つけて泥の中の私をだもんね。そうです。だからその化石収集っていうものがどういう研究か、だからその、うん、こっちは汚れない。汚れない。まあ上級、あ、上流社会だから。上流だからな。はい、うん。で、あの、旦那が、あの、収集してるコレクターっていうさ、そうそう、うん、彼は持ってるよっていう。かなり上目線みたいな感じ。上なんですよ、はい。サポートはしてあげるんだけども、はい、うん、サポートしてあげるという立場がやっぱりもうね、それはもうある種上から目線っていうようなところもあります、ね、はい、うん、そうです、うん、この辺ね、本当やっぱりイギリスっぽいんですよね。だからやっぱりその、あえて燃える女の肖像と比較するならば、はい、その点ちょっと注目してみた方がいいかもしれないですね、はい、あっちはまあ画家と、まあ、やっぱ貴族の娘だったんですけど、はい、ちょっとその階級意識っていうことに関してはかなりニュアンスが違う、うん、ただその、似てる面っていうのはちょっとびっくりするぐらいあって、はい、あのピア鍵盤とかもさ出てくるんです、うん、どこまで似てんねんって、そうそう、でも参考するわけないんです、参考するわけないんです、はい、つまり、はい、あのね、完全にだからその意味では損してるよ、その、うん、狂信潮流なんですよ、これって、うん、あのフランスとイギリスで、あのさっきも似たような話したけど、うん、同時多発的に起こった時代の動きなんですよね、うん、はいはい、世界の共通テーマ、そう、あの同じ問題意識でやっぱりこの同時代的に映画見ていく面白さって何かというと、やっぱそこなんですよ、そこですね、あの、はい、全然関係ないところで同じことを、うん、同じものを、そう、はい、考えて、うん、
あの同じようなあるいは全然違う形の映画が立ち上がってくるっていうのを観察するのが、うん、同時代映画を見る喜びなんですと大きい話を出します。それは、まあ、あの歴史を振り返るときはそういう感じられないところです。そうだよ、はいはい、もう大きい話です。このね、はいはい、新作おすすめランキングのこの同時代をチングの有意義さとそこで、あの歴史的なパースペクティブ では捉えられないダイナミズムってものがそこなんですよね。そうですね。森さんの鮮明の体験を聞いたら全然違うなって。ああ、これね、はい、こっちね、はいはい、全然違うなっていう、そうそうそう、やっぱりそれが含めたからのものですよね。でこれがこうやってね、はい、あの動画として記録されていくっていうのはちょっと面白いなと思いますけどね、はい、あとさ、その、シアシャローナンっていえばあのグレタ・ガーベク、さっきでもちろん言いましたけど、はい、グレタ・ガーベクのアバター的存在っていう一面もあって、はい、だからあそこともやっぱ向上線は引けますね。 ね、はい、うん、その意味ではあの素晴らしいし、まあ、ケイト・ウィンスレットさん の、うん、あの演技はもう本当に圧巻。いや、もうすごい。本当圧巻ですね、はい、もうすごすぎます、ね、うん、この方は、はい、何をやっても、うん、というか本当にでもさ、あのタイタニックの頃のイメージないな。もうないですね。あ、うん、あの同一人物じゃなくなってる、はい、本当にう、あのこういうちょっとやっぱりその闇をとか孤独を抱えた、はい、うん、あの存在っていう演技の方にずっと傾いてきて、うん、で毎回素晴らしくて恐れ入ります。すごいと思う、うん、なんか確かに日本テレビはタイタニック再放送っていう情報はあのネット記事で見ましたけど、あ、そうなの、比べられるじゃないですか。皆さんが比べてほしい、はい、そうですね、僕は今の方が好きです、うんうん、もう23、4年前ですよ。97年だから、はいはい、そう、23、4年前、はい、四半世紀前ですからね、はい、うん、でもずっとね第一線で、うんうん、まあ、ディカプリオもそうだけどね、すごいよね。やっぱりその映画奇跡ですよね。そうですね、タイタニックも素晴らしいところですね、はい、うん、というわけで、まあ、ぜひご覧いただきたいなと思っております、はい、ではでは、その傑作群を、蹴散らし第一位にしたのは何かというと、はいはい、今週の第一位ザ・スイッチでございます、はい、チラシないな、チラシないです、はい、ごめんなさい、これはぶっちゃけ僕が押しました、はい、はい、ジョさんにご承諾いただいてありがとうございます。いや、すごく楽しかったです。そうですか、うん、はい、これは、まあ、B 級映画として完璧な B 級映画としてちょっとアンモナイトを、はい、2位というポジションにしたかった、うん、2位がいいっていう話、そうですか、アンモナイト2位がいいっていう、そう、僕も2位がいいっていうね、はい、そこ固定になったんで、はい、じゃあ1位あんのかってなった時に雑数1位にしていただきますことでこういう順位にさせていただきました、はい、ちょっと説明しますと、まあ、ブラムハウスですよね、はい、ジェイソン・ブラムが代表を務める、はい、人気映画プロダクション、まあ、さっき言ったね、セッションもそうだし、はい、まあ、ゲットアウトとかね、ブラック・クランズマンとかこの辺が有名ですけども、はい、がお送りする、まあ、新作ホラー映画になります、うん、監督はクリストファー・ランドンさんで、彼の前作がこれもさっき言いましたけど、そう、さっき言いました、ハッピーデス・デイとハッピーデス・デイ・トゥ・トゥ・ユーか、はいはい出ましたね、はい、あの実は、まあ、タイムループなんですね、ライタイムループですね、ライタイムループなんですけども、はい、うん、今回はなんと、まあ、基本スラッシャーホラーなんですが、はい、男女逆転、君の名は転校生がドッキングしてるっていう、はい、びっくりしましたね、俺があいつであいつが俺でというね、女子高生と殺人鬼のおっちゃんのボディスイッチング、うん、しかもおっちゃんだからおっちゃん描かれる、はい、まあ本当に楽しいエンタメ作品でございます。これはジョさん、はい、まあ聞くのもあれですがどうご覧になりました？いや、まあとりあえずすごく久しぶりっていう感じですね、あんなに豪快で血が出てる映画が、ね、確かにね、はい、なんか怖いっていうよりは楽しかったです。楽しい、そうですね、はい、まあ、全然怖くないです、全然怖くないんですよね、なんかこれが殺人があれなんですけど、あんなに楽しくさなんかそういう殺し方もいろいろあるんじゃないですか、そう、はい、手を返しなおかえ、うん、で一つ、まあ、これもすぐ分かると思うんで言うけども、はい、悪魔の生贄オマージュっていうか露骨にあって、はいはい、こういうね、うん、フックがあるところにこう、はい、下げるみたいなもあるんですよね、はい、うん、まあ、これは一つちょっとネタバレになっちゃいますけど、うん、まあ、そういろんなアイデアが、はい、殺しのアイデアが、うん、趣向凝らされたところも面白い。そう、最初見た時すぐもう10分15分ぐらい見た時はファイナルデスティネーションっていう感じもあるじゃないかな、
もうみんな死ぬぞっていう、はい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 、ありますよね、はいはい、あのいろいろだから過去のその学園ホラーだったり、まあ、スクリームに始まる学園ホラーだったり、うん、まあ、悪魔に生贄だったりのホラークラシックっていうのは、まあ、はい、いろいろ思い出しますが、うん、なんだろうな、でもその引用のバランスもなんかいい感じっていうか、うん、なんかあの嫌味臭く全然ないんですよね、うん、なんか本当にこう、サンプリング設定をいただいて、うん、あの面白い形にも調理しますみたいな、調理しますっていう感じですよね、はい、で本当にB 級なんですけども今すごい雷が、すごい、すごい雷ですね。すごいホラーっぽいですけども、すごい雷が、そう B 級品なんですけども、まあ本当になんか美味しいか、美味しいっていう感じでしたね。ビンズボーンさんってなんかあんな症状みたいな顔が出たのがすごかったです。ビンズボーンのコメディ演技やっぱり良かったですね。はいはい、まあ、彼にかかってるもんね。そうですね、彼がだから言ったらあれじゃん、ジュマンジのジャック・ブラック、はい、ね、リブートした方の、はい、ジャック・ブラックみたいにいわゆる女子演、ティーン女子演技みたいなもの、はい、どれだけできるかなんですけども、うん、まあ本当面白いですね。おっさんが女の子になってるというアイデア自体がやっぱりなんかすごく面白いですね。すごい面白いです、うん、一方なんか女子高生ニュートンさん、かなりかっこよいですね。キャスリー・ニュートンさんね、はいはい、彼女スリービルボードとかに出てたでしょ、素晴らしかったですよね、うん、最初だからさ、まあこれも約束なんですけども、はい、冴えない子っていう知性って出てくるじゃん、はいはい、うん、そんなことはないっていう、ないそこもまあお約束なんですけども、うん、まあそこでいわゆるその強気のなんだろうな、まあ、美女的なものにもな風にも見えたりするし、はい、うん、殺人鬼が宿ることでね、うん、いろんな見え方するっていうのが、そうですね、はい、結構その演技の幅という意味では楽しめましたよ。そうです、うん、だからその、うん、まあ、そこもエンタメですよね。その、この2人が、うん、まあ、いろいろ幅広い演技で芸を見せてくれるっていうところもすごく良かった、はい、そうですね、はい、うん、まあそれぐらいしか言うことない見てくださいっていう感じですね。そうですね、はい、うん、はい、あんまりこういうやっぱアメリカエンターテインメントも最近、まあ、少ないというか、まあ、コロナの影響もありますので、久しぶりに今劇場でホラーを楽しんでくださいっていう、そうそう、はい、そうだな。透明人間とか確かちょっとご紹介し損なってるので、はい、まあ、ぜひザ・スイッチは、はい、ご覧くださいっていう、そう、絶対面白いので、はい、っていう感じでございます、はい、というわけで、まあ、はい、ベスト5プラス1行きましたけど、じゃあちょっと枠外で、はい、触れていきたいなと思うんですが、まずじゃあこの21ブリッジよろしいですか、はい、21ブリッジ、まあ本当にね、チャドウィック・ボーズマンさん、ブラックパンサーで世界のニューヒーローとなりましたから、まあ、マーレーニーのねブラックボトムが、はい、まあ、オスカーにも絡んで、そうですね、はい、この前ゴールデングローブで受賞しましたけどね、はい、これ劇場公開作品では最後もしかしたら ね、 そうですね、はいはい、しかもさ、マーレーニーって、はい、主演男優賞にはなってるけど実質助演じゃん、助演です、はいはい、2番のポジションだから、はいはい、イサクとなったマーレーニーね、うん、だからその意味ではさ、本当のガチの主演の劇場スクリーンで見れる、チャドウィック・ボーズマン映画としてはもしかしたら本当これね、はい、最後って言っていいかもしれない。そうですね、うん、この時もしかも見たら分かるんですけど、もうかなり体調が、はい、もうね、はいはい、だから松田優作ですよ。そうです、はい、ブラックレイン、ブラックレインです、うん、そうですよね、はいはい、だから周りごく限られた方々しか知らなかったでしょ、うん、で聞けば2016年にもうステージ3だかが発覚してたというから、はい、じゃあ彼はキャリアの絶頂期を闘病しながら気づいたんですよ、うん、すごいな、すごいです、うん、これもさ全然わからんよね、うん、そういうなんか体の不調が病魔と戦ってる、わからない、だってアメリカ公開された時2019年なので、うん、はい、でもあれはもうね、うん、結構進んでる、うん、そうですね、かなり進んでいると思いますね、うんうん、しかもやっぱりその2019年作品ということで、はい、まあ、そのニューヨークも元気であったって、そう、元気です。マンハッタンすごく元気です、元気でしたね、はい、もうだからそのこっちのさ、パームスプリングスのこのリゾートっていうのもそうだけど、それ以上に都市です、はい、前の時にやった水を
あ、どんなベルリンもそうだけど、はい、もうこの都市映画っていうのがさ、はい、アクションにかアクション、はい、ミステリーラブストーリーどんなジャンルにもかかわらず、うん、あの今泉さんの街の上でもそうだ、そう下北沢映画だからさ、はい、都市の映画でしょ、はい、この辺どうなんのかなって思う、これからですよね、これから、はい、今はだからコロナの直前に撮ったあの本当いい映画が次々公開されてて、うん、なんかちょっとあの合唱しながら見るような雰囲気もあるもんな、そうですね、うん、どうなるでしょうね、そうでもその意味でもちょっとこの、うん、ニューヨーク映画として見ていただきたいなっていうのはすごくあります。なんか今ですとそういう街の中でサスペンスとアクションできるかなっていう感じも、いや無理じゃん、無理ですよね、はいはい、無理ですね、はい、今、うん、やっぱあのそうだからちょっとあるね、これから公開される映画で、うん、例えば日本映画でだとすぐ見れんじゃん、うん、あのマスクをつける選択をしてる映画もちょっと出てきてるよね、出てきてる、自然になってるんですよね、そう、あのそれはやっぱ監督の中でも結構分かれると思うんですけども、うん、つけるかつけないかという選択、つけてるという映画も出てきてますよね、うん、何作かね、はい、あのでもその前のある種まあねコロナ前の本当前の時代の最後の、はい都市の空間が見れる、うん、でしかもこの、21ブリッジっていうのはあの監督さんがブライアン・カークっていう割とその68年生まれの、まあ、テレビシリーズで活躍されてる、ね、かなり有名でしたね、有名ですね、あのゲーム・オブ・スローンズとかね、はいはい、うん、であの、マイケル・マンの監督の弟子筋らしくて、はい、うん、まあ、テレビ出身ってことですね、はい、うん、あのかなりそのタッチも似てる、うん、というかあの割と本当、ドン・シーゲルからマイケル・マンまでっていうような系譜の都市型アクションで、コラテラルとかね、うん、すごいあの一夜の物語っていうのもあれは LA ですけども、うん、そのニューヨーク版っていう言い方もできるかもしれないし、すごく似てるリアルアクション、はい、面白い、そう、まあ、そういうリアルアクションの面も含めてやっぱりあの今回作品中国も出資しているところがこれは何とかつながっているかっていうと、やっぱ中国の人がリアルアクションを今だにすごく好き、はい、ああそうなんだ、方なので、あ、はいはい、うん、好きなんだ、好きなんです、うん、今だってあのこういったアクションサスペンス映画がどんどん減っている、めちゃめちゃ減ってます、減ってるんですよね、はい、はい、コロナ関係なく減ってます、そう減っているんですけど、はい、でも中国ってこういったあのやっぱシンプルなアクション映画が未だにまだ、うん、かなり人気で、香港映画でさ今はまあこういったまだあのアクションの映画作っている方だから、ね、だからまあ中国、まあ、今回はファーイーブラザーズっていう、うん、あの大手の階級会社が、はい、あの出資しているので、うんうん、それもなんかあのそこだなと見終わった時は、うん、中国マーケットを意識して、なるほどね、だからそのね、うん、そのアメリカ中国、まあ、政治的にはいろいろありますけども、このハリウッドのそのね、あのお客の出先っていう意味では、うん、まあ、すごくその中国マーケットっていうのは大きいですよね、やっぱそこに向けてるからお金が動いた部分もありますよね、はい、うん、でもね本当その、洋画劇場みたいなね、はい、もう80年代70年代80年代のリアルアクションの感じっていうのがね、うん、あるんで、まあ、やっぱり僕も好きですよ、この辺の感じっていうのは、はい、うん、あの子供の頃なんかね、うん、その映画マニアっていう感じではない頃に普通に見てた映画の味がするんで、うん、はい、あのすごいあの、うん、見てて嬉しい気分になりました。あ、しかもまた、はい、あの違うあの J.K. シモンズさんが出てますので、そうそう、さっき言ったように、ね、全然違う同一人物ではないような J.K. シモンズさんがここでも出ております、はい、うん、あの素晴らしい作品でございます、うん、あと何かジョーさん、あ、そうですね、はい、あのまた今週あの4月9日公開の、はいはいはい、椿の庭っていう、うん、作品なんですけど、はい、あのこれ写真家の上田義彦さんが、はい、あの初監督の作品なんですけど、うん、久しぶりにザ・日本っていう作品ですね、和の、ま、極みっていうか、うん、美しいっていうものがこの映画の中でいろいろ、まあ、あの人も2時間超えている、あ、結構な長尺作品なので、まあ、庭とか花もお茶とか、うん、まあ、建物そのものとかっていうことを含めて、さらにまあ、夫とか、まあ、歌も含めて、うん、つまりなんか物に対するこだわりっていう感覚がすごくあの映像の中でいろいろ体験できる一本でして、あとは藤淳子さんも、はいはい、あの和そのもの的な存在ですね、ですね、はい、あのまあそういう和が好きな方が、うん、まあ、久しぶりなのでぜひ劇場で
体験していただけたらと。確かにこのブータンのあれも通じますけど、そうですね、やっぱりその、ね、自国の人間が自国の良さを再発見するという回路っていうのは、はい、まあ、ありますよね。そうですね、うん、あの僕も見たいなと思います、はい。あともう一本、あのちょっとチラシ今ないんですけど、はい、裏垢っていう作品が、これ見ないとダメなんですよ。あのちょっと間に合わなかったな。はい、あれですもんね、高田涼さんの脚本ですもんね、出ていただいた、はいはい、まともじゃないのは君も一緒の会で、はい、すいません高田さん、間に合う、あの見ますんで、あと、はいはい、あの津田屋のクリエイタープログラムフィルムの2015年準グランプリの作品なんですけど、うん、あれも実はいつも森さんとよくあのネットフリックスドキュメンタリーシリーズの中で語られている、はい、SNS の話なんですね。ですね、まあ、SNS の裏アカウントを通して出会う、そういう男女の物語なんですけど、やっぱそういう現代人の欲望とか、うん、あのまあ、孤独、あるいはもう承認欲求とか、うん、そういうことについて、まあ、かなり責める物語という物語を高田さんが描かれたという、うん、なかなかのサスペンスとしても面白かったですね。はい、ではではこんなもんですかね、はい、今回は以上ということで、はい、皆様今週も良き週末をお送りください。また来週どうもありがとうございました。ありがとうございました。